では今から、録画を始めさせていただきました。今日はですね、原発ゼロを諦めない、長谷川郁夫も山本太郎からもここから始まったということでお話をさせていただきます。それではちょっと画面を共有します。ですね、講演が終わった後、少し質疑の時間も設けようと思いますので、皆さんよかったらチャットの方に書き込んでいただけたらと思います。はい、皆さん見えてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それでは始めたいと思います。令和新選組の、参議院選挙全国比例区から、チャレンジする予定の長谷川郁夫です。改めましてこんばんは。今日はどうかよろしくお願いいたします。今日はですね、原発ゼロを諦めないということで、原発がいかに日本の経済構造、政治構造の象徴なのかということと、それを変えるということが日本の政治、そして経済構造を変えるということのすごく本質的な意味を持っているということについてお話をしたいと思います。私はですね、令和新選組の参議院選挙、政策担当部長ということで、実はですね、2021年、令和新選組の脱原発グリーンニュービールの政策立案に関わらせていただきました。山太郎代表に中の人と言われているので、最近この呼び名がなんだか定着してきて、よく皆さんに中の人と呼ばれています。さて、私はですね、もともとグリーンニューディール政策研究会の事務局長として、環境問題や、経済問題の、研究をしてきました。そしてその成果をこういう本に、まとめてきたわけですけれども、その中で、安富歩さんや小出弘明さんと一緒に、執筆したこの原発ゼロを諦めないという本をもとに少しお話をさせていただきます。私はですね、もともと大学で環境経済を研究していました。そして、研究を続けようかと思っていたその時に起こったのが、あの 3.11、そう、福島原発事故でした。私はこの事故に非常に大きな衝撃を受けて、原発を止めるために京都で、デモを組織しました。この真ん中におられるのが、熊取6人組の一人として、原発の研究者でありながら、原発に長い間警鐘を鳴らしてこられた小出弘明さんで、私の著書である原発ゼロを諦めないの共著者でもあります。で、私はですね、このデモを今でも毎年行っておりまして、京都で 3.11 を忘れないために、今でもこのバイバイ原発デモを行っています。でもですね、このデモだけでは世の中変えられないだろうということで、2011年原発事故の直後に NGO を立ち上げて、エネルギー問題の研究を始めました。そして、7月にですね、脱原発と再生可能エネルギーというイベントを開催しました。龍谷大学で開催したこのイベントに一人の参加者として、駆けつけてくれたのが、実は山本太郎さんでした。これが私と山本太郎さんの最初の出会いだったわけです。しかしですね、福島原発事故が起こったにもかかわらず、政府はその後、大井原発の再稼働を、公表します。で、これ十分な説明を地域住民に行わなかった、安全性も確認されていなかったということで、私は大井原発の地元自治体ですね、大井町に入って、もう一つの住民説明会というものを、開催しました。これはもし大井原発の事故が起こった場合、地元はどれだけの被害を受けるのか、そして福島で実際に事故が起きて、そこの地域で住んでいた方が一体どういう状態になったかということを説明する会でした。なかなか大井町では声が上げにくいということだったんですけれども、それでも大井町の地元の方が、何人か参加してくださって、真剣にこの住民説明会、私たちが開催した、住民説明会に、耳を傾けてくださいました。しかしですね、政府は、2012年の6月、大井原発再稼働をいよいよ、進めようとして、首相官邸前にこれだけ多くの人たちが集まって反対の声を上げた。そして私自身も大井原発を止めるために、大井原発のこれですね、に続くこのトンネル前で何とかこれを止めようと、
道の封鎖というのをやりまして、そして生まれて初めて、座り込みというのをしまして、そして生まれて初めて、機動隊に排除されるという経験をしました。そもそもですね、日本は、非常に地震が多い国です。世界の地震が起こった回数をですね、こうやって点々で表しているんですけれども、これ見えますか？日本見えないぐらい、点々で覆われてしまいます。つまり、日本全国どこでも地震が起こる。そしてこれだけの回数が起こっている。こういう場所に原発は、立っているということなんです。原発事故が起こる可能性というのは、当然予想されたものだった。ではどうやって、政府はこの原発を建設してきたのか、そしてどうして大井町で原発が、建設されたのか、それを語るのが大井町の隣の、自治体ですね、小浜市で長年原発に反対してこられた明通寺の住職である中島哲円さんはこのように語っています。大井町にはいくつもの不利な条件が重なっていました。福井県の中でも行政が貧困でインフラ整備が遅れていました。中でも大井原発が立地する大島半島は原発マネーで橋が架かる前は離島のような地域でした。つまり大井町の中でも大井原発が建っている場所というのは、格差があったんですね。で、もともと橋がなくて、船で町の中心部まで出ていたそうです。で、結局のところ関電が、原発と関連して道を作ってトンネルを作るまではそういう状態が続いていたという場所だったんです。つまりこの原発問題というのは経済的な格差の問題でもあったわけです。しかしですね、大井町で反対運動がなかったわけではありません。大井町も住民の力で一旦は1、2号機の工事中止を勝ち取ったのです。でも多額の原発交付金によって住民たちは言論の自由を封じられました。そして、どのように封じられたかというと、民宿や旅館の経営者が町や関電、関電の下請け企業が絡む、寄り合いの席で少しでも原発に批判的なことを言うと、半年間客を寄せ付けないようにボイコットされます。公務員だったら即人事異動。さらにですね、お金の力だけではなかったんですね。大井原発3、4号機増設の時は人口8000人余りの小さな旧大井町にジェラルミンの盾を持った機動隊が1500人、機動車が40数台、制服の警官と私服の公安が合わせて1900人も押しかけました。中島哲円さんが語っているように原発を立地自治体はですね、原発の交付金というある意味飴と、そして暴力という権力による暴力というこの無知の2つで原発を受け入れざるを得ない状態にされていったという背景がありました。そしてさらにですね、この原発に依存し続けるような構造を政府は巧妙に作り上げています。これ原発交付金なんですけれども、準備段階からある程度の交付金が、あるんですけれども、建設中にですね、最も多くの交付金が支払われます。運転中も、29年継続して交付金があるんですけれども、なんと29年が過ぎる30年以上の老朽原発になると交付金が増やされるんですね。少しこれはどういうことかというと、古くなって危険になった原発を再稼働してほしいという要望を地元から上げさせるためにこういう構造の交付金を出しているということなんです。で、この原発関連交付金というのは非常に巧妙に作られていまして、まず原発が古くなると割り増し、これ先ほど見てきた通りです。さらにプルサーマルという危険な燃料を受け入れると割り増される。さらに定期点検の間隔を伸ばすと割り増しをする。つまり安全ではなくて、安全性を高めるようなことより危険なことを選択すればするほど交付金が出るという非常に巧妙な仕組みになっているわけです。
さて、これだけ原発マネーで潤ってるんだから、福井県さぞかし産業も栄えているだろうなと思われるかもしれませんが、実はですね、原発というのは地元の産業にはほとんど貢献しないんです。それがこの日経新聞なんかの記事で、福井商工会議所の回答が語っています。福井県に、原発が、立地して40年近くになるのに原子力関連産業は一社も育っていない。さらにですね、こんなことも、報じられています。原子力関連業務参入実態調査というのがありまして、地場の参入企業の大半は孫請け以下で、業種も建設業が約6割で、製造業はわずか 4% という厳しい数字だった。つまり、孫請け以下、本当に関連からの業務を請け負うような産業しか育っていない、地場の産業が育っているわけではないという実態がこれによって明らかになっているわけです。これまで見てきた通り、原発というのはですね、要するに格差、金と権力による支配、そして利権、これの象徴的な存在です。まさに日本の政治構造、経済構造の縮図と言えるわけです。だからこそ原発をなくすためには政治を変える必要がある。私はそう考えて2013年、緑の党の結成に参加して参議院選挙にチャレンジしました。そして同じように山本太郎さんも2013年に、参議院東京選挙区で、チャレンジして、山本太郎さんは当選を果たしました。これは一つの私たちの希望だったわけですけれども、当然これだけで原発が止まるわけではありません。この残念ながらこの時の選挙ではですね、自民党が圧勝した、原発をこれまで推進してきた自民党が圧勝したわけです。では私たちに何が足りなかったのか、何が必要だったのか、私はそれを考えていて、やはり原発問題も経済の問題だと、経済の構造を変えなければならないと気がついて、世界に目を向けたところ、世界ではですね、格差や貧困の問題を解決しようと、市民が反緊縮積極財政の運動を行っていました。しっかりと、地域や人に投資しろということを訴えていたわけです。で、私はこれを見て、この理論こそ私たちに必要なものだと確信を持って、この反緊縮積極財政の研究を始めました。するとですね、また、ある政治家の方が自分も積極財政の勉強をしたいと言って、駆けつけてくれました。それがまた山本太郎さんだったわけです。私たちはですね、2017年に4回の勉強会を行って、積極財政を、研究を行いました。そして、それがですね、今の令和新選組の、基盤になっているということなんです。では、この経済構造を変えて原発をなくしていくために必要な政策は何か。それこそが、私が政策立案に関わった令和新選組の公約である脱原発グリーンニューディールです。実はですね、原発以外にも、そして経済危機以外にも世界は、大きな危機に瀕しています。それが、気候危機です。気候危機によって、今ですね、多くの災害が引き起こされています。例えばこの2018年7月の西日本豪雨、200人以上の方が亡くなった、非常に深刻な災害でしたけれども、この数百年に一度しか起こらない規模の災害が起こる確率が気候変動によって3倍にも5倍にも高まっているという状況が、世界中で起こっているわけです。さらにですね、世界では、大きな山火事が起こって多くの人たちが住まいを失う、野生動物が焼け出されるという事態が起こっている。これも気候変動の影響です。つまり、気候変動対策というのはですね、単なる環境問題だけではなくて、私たちの命と暮らしを災害から守る、防災の問題でもあるということなんです。では気候変動を止めるためにどうすればいいのか。そのためには炭素排出量を減らすことが必要です。破局的な事態を避けるため、世界の炭素排出量を2030年までに半減し、2050年までには
差し引きゼロにしなくてはなりません。これを脱炭素と呼んでいます。この脱炭素、とても難しそうに聞こえますけれども、実はすでにですね、技術的には可能です。では皆さんにクイズです。太陽からこの、地球に降り注ぐエネルギー、私たち人類が、毎年使うエネルギーの何倍ぐらいあると思われるでしょうか。1番、9倍、2番、900倍、3番、9000倍。皆さんいかがでしょうか。答えは、9000倍です。化石燃料とか原発とか目ではないほどのエネルギーが太陽から地球に降り注いでいる。そのエネルギーを捕まえて利用するのが再生可能エネルギーというわけなんです。でも再生可能エネルギーというと、皆さん高いんじゃないかと言われるかもしれませんけれども、それは実は原子力村のプロパガンダにすぎません。今世界ではですね、すでに原発が一番高いエネルギーになっています。そして石炭も高い。そしてガスコンバインドよりも安くなっているのが太陽光や風力という、再生可能エネルギーなんです。脱炭素のためには、化石燃料や原発をなくしていって、そして再生可能エネルギーに転換していくことが必要なんですけれども、例えばこの IEA の2050年ネットゼロシナリオ、脱炭素のためのシナリオでは、2050年の脱炭素をした場合のエネルギー構成、再生可能エネルギーが7割、化石燃料が2割、原子力が1割になるというシミュレーション結果を出しています。ちなみにですね、この IEA という機関は先進国のエネルギー確保のために作られた機関で、どちらかというと原発推進なんですね。でもそういう機関ですら原子力は2050年には1割しか残っていないと言っているわけです。でもちろんですね、他にいろいろなシナリオがありまして、当然再生可能エネルギー 100% で十分に賄えるという、シナリオをさまざまな大学や研究機関が発表しています。私たちが目指すのはこの令和新選組や私が目指しているのはこの2050年に再生可能エネルギーを 100% にする。できればもっと前倒しで 100% にしていくという、シナリオです。ただしですね、それは今のまま再生可能エネルギーに移行するというわけではありません。まず重要なのはエネルギーの消費量を減らすということです。特にですね、日本のような先進国ではエネルギー消費量を半分ぐらいにすることが求められています。そう聞くとですね、我慢して省エネしないといけない、あるいはクーラーが使えなくなるんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはありません。必要なのはですね、エネルギーを効率化するさまざまなシステムを入れていくことです。それが節電所メガワットと呼ばれるシステムです。これどんなものがあるかというと、一つはエスコ事業というのがあります。これは企業をですね、企業をさまざまにこう電気が無駄がここにありますよという診断を行って、企業のエネルギー支出をですね、減らすという事業なんですね。省エネを事業にしているというものですね。で、これすごく、効率的なのが、この企業のエネルギー支出を、減らすんですけれども、その減らした分のね、支払いは、もともとのこのエネルギー支出の分から取っていく。で、その設備入れた、新しく入れた設備、断熱材とか入れた設備の費用をそこから払っていって、そしてその費用を払い終わった後は、エネルギーを減らしたその分が丸々顧客のメリットになるという仕組みなんです。つまりそれ以上経費を増やすことなく省エネができるという優れたシステムだということです。これがエネルギー効率化の一つの事例です。で、さらにですね、需要応答というシステムがあります。先日東京電力管内で電力が逼迫してやっぱり原発が必要だという声が上がりましたけれども、これ全く必要ありません。必要なのはですね、この需要応答の仕組みなんです。
例えばですね、電力が逼迫したときに、大口の、例えば、工場とか、大口の企業とかにお金を払って電気を止めてもらう、節電をしてもらう。こういうふうなシステムを最初から組み込んでおけば、電力が逼迫したときにも慌てなくていいわけです。この需要応答やエスコというさまざまなシステムを導入すれば、例えばアメリカでは、原発50基分の電気が、浮くと試算がされています。でこの試算ですね、もう今から20年ぐらい前の試算なので、今ではもっと技術が発達していますので、もっとたくさんのエネルギーが浮くと考えられます。さらにですね、この再エネへの転換というのは大きなメリットがあります。今現在ですね、物価が、上昇していますよね。でこの、物価高、何が原因かというと、この物価高の原因はエネルギー価格の高騰が、原因なんです。なぜエネルギー価格が高騰しているかというと、それはですね、ウクライナ危機や、コロナによるサプライチェーンの、混乱でですね、エネルギーがうまく供給されないということが、輸入されないということが原因なわけです。で、これを解決するためにはどうすればいいのかというと、答えは簡単です。国産の再生可能エネルギーを増やせばいいですね。これはですね、要するに、国産の再生可能エネルギーを増やしていくということは、私たちのエネルギー価格が海外に左右されなくて済む、そして供給も海外に左右されなくて済むという意味では、経済安全保障にとっても非常に重要な意味を持っているということなんです。つまり、脱炭素のために再生可能エネルギーに転換していくということは、防災の問題であり、経済安全保障の問題でもあるということです。ただしですね、この再生可能エネルギーへの転換、非常に注意しなければいけない点があります。それは、これですね、実はですね、つい最近6月の2日、三重県で、今問題になっているですね、風力発電に対して、反対しておられる地元の皆さんと、意見交換会、お話し会をさせていただきました。さらにですね、その翌日には、滋賀県の、静岡県の伊東市で、実はですね、山を切り崩して、メガソーラーが建設されているその現場を、一緒に視察をさせていただきました。でこれはですね、再生可能エネルギーの転換がいくら必要だと言っても、絶対に許してはいけないというようなやり方なんですね。まず必要なのは何かというと、デンマークを事例に見ていきたいと思います。デンマークはですね、すでに、電力の 65% を再生可能エネルギーで、賄っています。でこのデンマーク、なぜこれだけ電力の再生可能エネルギーの導入を進めてこられたかというと、まず、風力発電所の、設置して良い場所と設置していけない場所を具体化した、つまりゾーニングしたですね。まずここはダメ、ここはいいという場所をはっきり政府が具体化した。だから最初からですね、建ててはいけない場所を決めていたというわけなんです。そしてもう一つ重要なのが、風力エネルギーは地元のエネルギー資源とし、風力発電所への投資に関して設置場所と投資家の居住地を関連付けた。つまり、風力に投資できる資格を持つ者は、同市町村内に過去10年間のうち最低2年居住している給与所得者か自営業を営む青年であることを規定し、風力発電が外からの投資家の単なる投資対象にならないように制限した。これが重要なんですね。地元の人たちの資源だということを必ず認めないといけない。そして地元の人が参加しない再生可能エネルギーの事業は認めないという規制を最初から日本も導入するべきだったんです。これを導入しなかったことが、このさまざまなですね、外国の企業や日本の大きな企業が、その地域に入ってきて、地域を破壊するか、地域の自然を破壊する形で、
巨大なメガソーラーあるいは風力発電を建設するという事態に陥っているわけです。まずは、地元の人たちが参加して、そして建ててはいけない場所といい場所を明確にして、それを大前提として再生可能エネルギーへの転換を進めるということが日本にも必要です。さて、この再生可能エネルギーへの、転換、非常に大規模な、投資を伴います。世界ではですね、年間4兆ドル、これは日本円にすると520兆円の投資が1年に必要だと試算はされています。そしてそれによってですね、だいたい2030年までに900万人の雇用を生み出せる。という試算が出ています。これはですね、なくしていく化石燃料産業と差し引きした結果の雇用です。それぐらいの大きな雇用を生み出すチャンスでもあるということなんです。では、日本では一体どれぐらいの投資が必要で、どれぐらいの雇用が生み出せるのか。それを試算したのが、このレポート2030です。この気候変動問題の第一人者である東北大学の飛鳥寿泉教授を中心に、私たちのグリーンニューディール政策研究会のメンバーも参加して作成したのがこのレポート2030です。私はこのレポート2030の編集に関わらせていただきました。ここでの試算では毎年民間15兆円、政府55兆円、合計20兆円、10年間で200兆円。これによってグリーン成長を実現して250万人規模の雇用を増やすことができると試算をしているわけです。ではですね、なぜ日本はまだデンマークほど再生可能エネルギーへの転換が進んでいないのか、そしてここへの投資が進んでいないのかと言いますと、その背景にはやはり原子力村の妨害があったわけです。実はですね、日本はですね、2004年までは太陽光発電設備容量は世界一だったんですね。ところが、みるみるうちに、諸外国に抜かれて、今では全く、立ち遅れているというのが現状です。では、誰がそれを阻んできたのか。実はですね、政府で行われた、エネルギーに関する、審議会で、電力会社の、役員たちが、反対意見を言っていたんですね。例えば再生可能エネルギーは新しい電力構造の一翼を担うという文章を、座長が入れようとしたところ、一翼というのは何を意味するのかと言って問い詰めたり、さらにですね、自然エネルギーは主食ではない、餅に巻く海苔みたいなものだと言って圧力をかけてこれを潰してきた。これは、東京電力の、役員や電事連の、理事だったわけなんです。つまり原子力村がこの、再生可能エネルギーへの転換を阻んできたというわけなんです。さらにですね、この原発と、この原発と再生可能エネルギー、そして私たち令和新選組が掲げる積極財政にはあるつながりがあります。実はですね、このキャノングローバル戦略研究所という研究所があるんですけれども、この研究所は、原発の推進で、有名なんですけれども、脱炭素と脱原発、二とは追えない。なんていう、様々なコラムを発表したりして、脱炭素のためには脱原発が必要なんだとか、原発は脱炭素のエネルギーなんだということをしきりと主張している。これがキャノングローバル戦略研究所なんですが、もう一つ主張していることがあるんですね。それは何かというと、この小黒和正さんという方が、様々な経済に関して様々な寄稿している研究を主任研究員として行っています。で、この小倉和正さんという先生、どういう方かと言いますと、日本を代表する財政規律論者、財政破綻論者なんですね。有名な著書、2020年、日本が破綻する日、
という本を書かれています。残念ながらですね、2020年日本は財政破綻しなかったので、この小倉一正さんの本、予言は外れてしまったわけなんですけれども、このキヤノングローバル戦略研究所を見ても分かるように、原発を推進してきた勢力、そして再生可能エネルギーへの転換を阻んできた勢力は、実は財政破綻論を推し進めてきた、財政規律を推し進めてきた、緊縮を推し進めてきた勢力と同じというわけなんです。つまり原発廃止、再生可能エネルギーへの転換、財政破綻論からの脱却は同時に進めないといけない。同時に私たちはこれを掲げて、このキヤノングローバル戦略研究所なんかと戦っていかなければならないということなんです。私たちが目指す、新しい未来、新しい経済構造、そして新しい政治を作るためにも、脱原発グリーンニューディールで、未来を勝ち取っていきましょう。皆さん今日は、ありがとうございました。